なんかね謎の昆虫が我が家に侵入したんでまあとっ捕まえてねまあまあ見た感じにむがいそうなんで一緒に買ってみることとしますうん鐘たたき的な昆虫かなまあ果たして ダンゴムシたちとうまくやっていけるのかまあいけてなさそうだったら移し替えればいいだけの話ですからねこういう一緒で一緒のケースで買うことのメリットとしてはまあねお互いの関係性とかが知れて面白いのとまあ実際 一種で同じ場所にいたらどんなこと,なことが起こるのかっていうねはでかくなったな生まれたばかりの頃を知ってる私としては何とも言えん気分だまあそんな話はとてもよくって同じ空間に同じ空間にまとめておいたら果たしてどんな行動をとるのかっていうねその知る面白さと まあね、それしかないんですけれども。まあそれにね、動きもダンゴムシたちとは随分違うんで、この私のね、まあなんというか、まあ経験というものに、まあ新しいものが来ますからね。こういうコオロギ系を飼育するのは初めてなんだよ、私。 まあでも過去にハラビロカマキリの緑油や緑波のためになんか牧畜みたいな感じで飼ってたことはありますけどもまあこっちの方がワンパターンな餌じゃなくてより多くの餌食べられるからこいつもいいでしょただうるさ早いハイトリグモとは比べ物にならない <laughs> スピードのさまあそんまあ速くなれろまあわさわさしてて鬱陶しいかもしれないけどさお前壁登れるだろまあちょっと捕まえる時に事故ってもう触覚が1本しかないんですけどもまあそれちょっと許してくださいね ちょっとだけつつかせていただきますそれ以上はいかせん賢いなお前もちょっといじめてるふうですけどちょっと下に降りてほしいんですよ壁を 脱走に成功というわけにはいかないぜ、はい、降りて降りて降りたらまず周囲のか周囲のね状況を確認するために、まあ、こうしてね停止して周りを確認するようです まあそれにねわ、私もこの昆虫のことがよく分かってないんで、まあこうしてやった方が、他の方々からのね、まあ情報とか得られやすいんで。<laughs> ああ、こんなに立派に、立派な昇格持ってんのに <laughs>、一本ちぎれさせちゃったな。ごめんよ。まあついでなんで、久々に、 霧吹きシュッシュの風景をねお見せしましょうかねはい1失敗失敗基本的にこういう切り状のやつですだから切りきという、まあ、大体8シッシュぐらいのねやつを2日置きぐらいにやってます もう夏も過ぎたんで今度からは3日に1度ぐらいにしてもいいかもしれませんね家の中にいたら水分得られなかったろゆっくり飲むといいんあ 今助けてやるよ湿ってじゃ登れないみたいですね、うん、あ今止めてなかった 分けて買った方がいいかなこれ。水をやるとなんずなんでがゾロゾロ出てくるんですよね。 まあどうなるかはこの先様子を見てね決めます見た感じダンゴムシたちを襲うとかそういう感じの動きはしないんですがもし襲うようならね、まあ、まあ罰というのも変な話ですがハイドリグモの餌になってもらいましょうかねまあ冗談ですけど <laughs> カルゴ君のこともありますから別のケースで買いますよ フフフダンゴムシたちとは動きが違うから見てて面白いただここだと隠れ場所がどうしてもかぶっちゃうからなこいつのことを考えると分けて買った方がいいかもしれませんね。 もうちょっと様子は見たいですけども見ててもダンゴムシを襲う様子はなしとただカルゴ君の件もありますからねその辺は慎重にしなければ、まあ、よく見て精査して本当に一緒,一緒に買って大丈夫かどうかを見極める そういういことが必要ですからね。相性,で相性だけで買うんならハイトリグモとカルゴくんのようにねハイトリグモからはカルゴくんを傷つけられないまたカタツムリからもカタツムリのカルゴくんからもハイトリグモは傷つけられないそういうねまあ容易な場合と関係性が見えない場合って関係性が見えないっていうか この頃の場合だとどうなるかわかんないんですよね正直まあ慎重に見ていきたいと思いますなんだかんだ言って長編になってしまいましたねははうんそれではまた